種ヶ島宇宙センター、種ヶ島宇宙センター、種ヶ島宇宙センター、英語、種ヶ島スペースセンター。略称、TNSC は、宇宙航空研究開発機構、JAXA が、鹿児島県の種ヶ島に設置、運用している、大型ロケットの車上である。略称が、TSC でないのは、同じ JAXA の筑波宇宙センター、TKSC と区別するためである。 1966年5月24日に科学技術庁宇宙開発推進本部によって種ヶ島がロケット打ち上げ場として選ばれ同年9月17日に建設が始まり1969年昭和44年10月1日に宇宙航空研究開発機構 JAXA の前身である宇宙開発事業団 NASDA の設立時に科学技術庁宇宙 開発推進本部より引き継がれ開設された。ただ実際には、1968年9月17日に小型ロケットの打ち上げが行われるなど、すでに活動実績がある主なロケット打ち上げ実績を参照。なお、先に竹崎社長が完成しており、大崎社長は1975年5月21日に完成した。鹿児島宇宙センター、組織名の主たる、 事業所である、種ヶ島宇宙センター、事業所名という位置づけである。面積は約970万メートル。種ヶ島宇宙センターは、種ヶ島の南、太平洋側にある南種町の竹崎と、吉野部先に囲まれた湾に面した土地に施設が、点在しており、三つのロケット発射施設、JAXA の用語では、車上を持つ。また、 種ヶ島,島島内に数カ所の観測所を設けている。なお、東京都小笠原村は、種ヶ島の東南東に位置し、種ヶ島から打ち上げられたロケットの追跡に公的であるため、父島に小笠原追跡所が設置されている。世界一美しいロケット基地とも言われる。世界的には、広大な原野に発射台等の施設を点在させることが多い中で、種ヶ島宇宙センターは、 緑の山の中に施設が点在し、発射台は、産後礁に囲まれた岬の突端近くに設置されており、その絶景を誇って呼ばれたもの。車上選定で考慮された条件は、東南方向の発射に対して、陸海空の安全に支障がないこと。これは、静止衛星を打ち上げるにあたって、西から東への地球の自転エネルギーを利用するため、またごく軌道に、 人工衛星を打ち上げるためである。また、日本国内で可能な限り赤道に近いこと。地球の自転を利用したロケットの打ち上げは、赤道に近いほど有利になるが、種子島は日本最南端とは言えない位置にある。にもかかわらず道東が選ばれたのは、道東より南にある小笠原諸島が、当選単設立前年の1968年。 昭和43年に日本に返還されたばかりであり、また沖縄返還も実現しておらず、計画当時に日本の主権が及ぶ国土の最南端に近い敵地が同等であったためである。他にも沿岸漁業者との干渉が可能な限り少ないこと、必要な用地面積がすぐに入手でき、かつ土地造成がしやすいこと、通信、電力、水源が調達できること、 できるだけ、交通の利便性が良いこと、人員、資材、機材等の輸送がしやすいこと、人口密集地帯からなるべく離れたところなどの条件が考慮された。2018年9月末時点での人工衛星、打ち上げ用ロケットの発射実績を記す、液体燃料を使用する日本の主力ロケットはいずれも、種ヶ島から打ち上げられており、2018年時点で、H、 e やロケットと HIIB ロケットが現役である。一方、ニューロケット等の固体燃料ロケットは、内野浦宇宙空間観測所から打ち上げられている JI を除く。2018年2月末現在、小型ロケットなどを含めて計1 7 2機が打ち上げられている。実験用ロケット、微小重力実験用ロケット等の発射実績を、記す。 観測ロケット等の小型ロケットは、内野浦宇宙空間観測所からも、実験用ロケットは、野代ロケット実験場など、他の試験場でも打ち上げている。小型ロケット94機、試験用ロケット2機の、計96機が打ち上げられている。種子島宇宙センターで最初に打ち上げられたのは、1968年9月17日から、行われた一連の打ち上げ実験で、 科学技術庁と東京大学による SB、E、ER、やロケット9号機、同年9月17日打ち上げ、NEL-16H ロケット1号機、同年9月19日打ち上げ、LSC、D ロケット、同年9月19日打ち上げの3機である。2010年度、平成22年度までは、JAXA と種ヶ島周辺海域で創業している、鹿児島県、宮崎県、大分県、 高知県、愛媛県の漁協との間で結ばれた協定により、ロケット打ち上げ期間が、通常期である7月22日から9月30日の71日間と1月1日から2月28日の59日間に、特別期の6月から7月と11月から12月の60日間を、合わせた年間最大190日間に制限されており、 衛星打ち上げ市場での日本の競争力に対する大きな足かせとなっていた。2011年、平成23年4月からは、世界標準である通年の打ち上げが可能となり、この点での足かせは解消された。なお、打ち上げ機数については、種ヶ島宇宙センターと内野浦宇宙空間観測所を合わせて、以前と同じ年間17機以内となっている。また、 種ヶ島宇宙センターは北緯30度にあるため、静止衛星を打ち上げる際には30度分の損失を補うために衛星が自らの燃料を大量に使ってスラスターを噴射して秒速1830メートル分増速して静止移行軌道から静止軌道に移行しなければならず、北緯7度にあるギアナ宇宙センターなど海外の車上と比べて競争力の足かせとなっていた。 この点については、HE やロケット29号機から、基幹ロケット高度高い量が施されて、HE やロケットの第2弾でも合わせて増速できるようになり、衛星側の負担は、他国の車上並みの静止化増速量秒速1500メートル分に改善されている。ただしごく軌道に打ち上げる際には、車上の南方に民間施設があることや、第2弾燃焼中に、 フィリピンの上空を通過することになってしまうため、事故時の安全性の確保という点から、一旦東に向けて打ち上げてから南方に進路を変更するドックレックターンを行っており、その分ロケットの積載能力が下がり競争力の足かせとなっている。また、種ヶ島空港は、長大な滑走路を持たないため、大重量の商業衛星を積んだ航空機が着陸できない。 このため衛星を積んだ航空機は遠い北九州空港や中部国際空港に着陸する必要があり、衛星を降ろした後に船に乗せ替えて種ヶ島港まで運び、さらに軸上げした後にもトレーラーで一般道を通って宇宙センターまで輸送してこなければならない。この点では長大な滑走路が併設されており一箇所で衛星の輸送ができる。 ギアナ宇宙センター等の多くの海外の宇宙センターに比べると競争力の足かせとなっている。人工衛星を西の表港で陸揚げした後、種子島宇宙センターまで運ばれ、第二衛星組み立て試験棟、STA2 か、第二衛星フェアリング組み立て棟、スファニに搬入され、アンテナなどの組み立て作業が行われる。各種点検が行われた後、衛星フェアリング組み立て棟、 スファに移され、推進薬を充填し、点検が行われる。フェアリングに格納された後、大型ロケット組み立て棟、バブに移され、ロケットの2段目に結合される。HE やロケットの場合、ロケットの機体は、三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所で、エンジンは名古屋誘導推進システム製作所で作られ、パーツごとに専用コンテナに格納された後、 約3日かけて、船で運ばれ、島間港に陸揚げされる。パーツごとに、大型トレーラーで、交通量の少ない夜に、種ヶ島宇宙センターの大型ロケット組み立て棟、バブに運ばれ、バブ内で、第1弾ロケット、第2弾ロケット、個体補助、ロケットブースター、SRBA の順に組み立てられ、最後に、フェアリングに格納された、衛星。 ペイロードを第2弾ロケットに結合し、一連の組み立ては完了する。その後、打ち上げ、約15時間前に、バブから大型ロケット移動発射台、ML こと運搬台車で射転に、約30分かけて移動させ、そこで推進薬の充填や、搭載機器の機能点検などを行い、準備が整えば、発射管制室からの指令で、ロケットの打ち上げを行う。 エッジやロケットの射程が整備された当初の地上設備のシステムは異常時に推進薬を排液するなどの安全装置に限られた予備制御系を構築しているが打ち上げ作業は継続できない一フェール政府を設計基準として構築されたその後2007年の h イー、e、ロケット13号機から三菱重工に打ち上げ業務が移管された後 オンタイム打ち上げ率向上を目指し、ロケット搭載機器の制御、監視、推進薬の自動充填、打ち上げ270秒前からの自動カウントダウンシーケンス制御などを行う、打ち上げ制御システムに火力発電所などのプラント用に開発された総合制御システムの新規導入を行い、2009年の HIIV ロケット初号機の打ち上げ運用から適用されている。また、 大型ロケット移動発射台、ML 運搬台車には、発電機が搭載され、車点への移動時に、衛星系電力を供給しており、大型ロケット組み立て棟、バブや、車点において、交流電力を瞬断することなく切り替えることができる、無瞬断切り替えスイッチを内蔵している、交流無停電電源装置、UPS も搭載している。この UPS は、 種子島宇宙センター内の各施設に分かれて設置されており、特に打ち上げ作業に関係のある約20台の UPS には、それらの動作状況を的確に管理、監視し、異常時に迅速に対応できるようにするための集中監視システムが設けられている。特にロケット関連設備の UPS は2時間以上の電力バックアップ能力があり、 ロケットへの推進薬充填完了後に停電が起きても安全に排液が行えるようになっている。種子島宇宙センターには自家発電所があり、商用電力と組み合わせて運用しているが、ロケットの打ち上げ作業時にはこの自家発電所内の発電機5台を同時稼働させ、そのうち2台が故障しても打ち上げで最重要な設備に必要な電力を供給できるようになっているほか、落雷対策では、 外部雷対策、吉野部射程の多目的飛来等を参照と同時に内部雷対策も行われ、打ち上げへの支障を最低限に抑えるようになされている。ロケットに関する制約条件は、1、ロケットの機体移動時は、制限風速秒速22.4メートル、最大瞬間風速以下であること。2、ロケット打ち上げ時に、制限風速秒速20.0メートル、 最大瞬間風速以下であること。3. ロケット打ち上げ時に降雨が8ト、mm、ル h 以下であること。4. ロケットの機体移動開始後の降雨が1 5ト、mm、ル h 以下であること。5. ロケットの機体移動開始後に高合理がないこと。6. ロケットの飛行経路が積乱雲の中を通らないこと。7. ロケット打ち上げ時の詳細な気象観測によるが、 発射前や飛行中に機体が雷を受けないこと。8、雷雲が射点から半径 10km 以内にないこと。9、ロケットの飛行経路から 20km 以内で雷が観測された場合は30分間打ち上げを行わないこと。ただし、打ち上げ時にロケットの飛行経路から 20km 以内に雷雲、赤卵雲、金床雲がない場合は除く。 10. ロケットの飛行経路に、氷結層を含む、延長の厚さが 1.8km 以上の雲がある場合、雲長高度 3km 以上の雲を伴う、寒冷前線や、スコールラインがある場合、20km 以内に、雷雲、積乱雲、金床雲がある場合は打ち上げを行わないこと。11. 打ち上げ時の15分間は、射点付近の地表電解強度がマイナス2。 キロボルトマイメートル以上、プラス2キロボルトマイメートル以下の範囲内にあること。12、ロケットから切り離された SRBA が落下予想区域内に落下すること。13、ロケットのエンジンの打角が制限値以下であること。14、ロケットが飛行中に受ける荷重が設計荷重以下であること。飛行安全に関する制約条件は、 1. 1ロケットを移転付近で破壊した場合に、警戒区域外に破片が落下するなどの影響がないこと。2. 飛行安全に関わる、核設備が正しく機能していること。3. ロケット打ち上げによる、ロケット本体や分離物が、軌道上の宇宙物体と衝突しないように配慮した時間帯であること。保安に関する制約条件は、1. 送引体低域の無人化の確認が図れること。 2. 設定海域の海上警戒、監視ができること。上記のように様々な制約条件が課せられている。天候の制約に関しては、ロケットの打ち上げ4日前から雨、風、雷などを24時間体制で監視し、打ち上げ当日はバルーンを使った風の観測、気象レーダーなどの地上からの観測や、打ち上げの2時間前には航空機から直接雲を観測し、 それらの情報や、気象庁のデータも合わせて、打ち上げの総合的な判断を行っている。打ち上げ執行責任者による、天候面以外の情報も含めた、打ち上げ判断は、号、の後判断と呼ばれており、ロケットの組み立て棟から射程への移動前、第1回号、の後判断。ロケットへの推進10点前、第2回号、の後判断。 打ち上げの最終カウントダウン作業前、X-60 分作業、第3回号、の後判断など、段階的に行われ、X-10 分作業前の最終号、の後判断も含め4回行われる。また、氷結層の観測に関して、H、E やロケット30号機から、新たにレーダーも用いられているが、これに合わせて、氷結層に関する天候の制約が見直され、 氷結層を含む雲の厚さが 1.8km 以上ある場合は、打ち上げを見合わせていたが、レーダーでの観測で、厚さが 1.8km 以上でも、反射強度が規定値以下であれば、打ち上げを行えるようになった。これにより打ち上げ延期の低減と、費用の低減が図られている。大崎車場は HE、HEA、HIIB ロケットの打ち上げに使われている。 種ヶ島宇宙センターの中核施設。大崎社長は1975年5月21日に完成。大崎社店、中型ロケット発射場し、現地で祝賀式が行われている。その後、H2 ロケットの打ち上げに対応するための工事。吉野部社店、大型ロケット発射場が、総工費約500億円をかけて1986年に、 着工し1991年9月に完成した。その後、HE やロケットの開発決定に伴う、総工費約250億円をかけた改修工事が1997年に始まり2000年3月に完成した。さらに HIIB ロケットの開発に合わせた追加改修が総工費約50億円をかけて2006年に 始まり2009年2月に完成したデルタロケットを開発基盤とした実用液体燃料ロケットの NI-NE-H1 ロケットは大崎車店から打ち上げられた。また大崎車店は JI ロケットに使用されたほか後に計画が中止された GX ロケットの打ち上げに使用する案もあった。大型で HI 以前の液体燃料ロケットと 基本設計も全く異なる HE、HE や HIIB ロケットは新設された吉野部社店を使用している。また、大崎地区の吉野部社店付近にはかつて大崎集落があり、13世帯約50人ほどが暮らしており、サトウキビ畑が広がっていた。車上建設にあたり住民は、関西や種ヶ島の別の集落などに移っていった。現地には、 その記念碑が建てられている。他にも、車上建設にあたりウトラ集落5世帯が移転している。エイジ・イーヤロケット及び HIIB ロケットの打ち上げを行う大型ロケットの発射場であり、2つの発射台、JAXA の用語では、射点と関連施設を持つ。H2 ロケットの開発に合わせて整備され、h e ジ・の開発の際に拡張された。 HIIB ロケットにも使用されているが、HEA との共通性が高いため設備の改造は最小限にとどまる。JI ロケット2号機の打ち上げに使用することが予定されていたが、JI ロケットが宇宙開発委員会の宇宙開発計画見直しに伴い開発凍結となったため、計画中をされた。HEA より前のロケットが いずれもデルタにロケットを基本としており一段目がほぼ共通で全体の寸法にも大差がなかったのに対し、HE は完全新規設計で寸法もはるかに大きいため、あらゆる施設が新規に建設された。HE は HE と同規模のロケットであるため、施設全体の構成は大きく変更されることなく、流用されたが、個々の施設は大幅な改修を受けている。 大崎社店は中型ロケットの発射場として設けられ、NI から HI までの中型ロケットと小型衛星用の JI の打ち上げに使用されたが、以後は使用されていない。計画中止となった GEX ロケットは大崎社店及びアメリカのバンデンバーグ空軍基地を使用する予定であった。NI ロケット開発時に吉信社店の位置ではなくこの場所を選んだのは 将来の大型ロケット開発に備えて、最良の場所を空けておいたためである。ロケットの組み立て、整備、点検、調整を行う中型ロケット組み立て旨、大崎モバイルサービスタワー MST、ロケットの固定と発射台、各種ケーブルダクトを支える中型ロケット、発射支援等は、使用する中型ロケットがなくなった状態でも解体するには、 莫大な費用がかかるためにそのまま残され、敷地を利用して吉野部第一車店で解体された車座店検討 PST の廃材置き場になっていたが、潮風による侵食が予想以上に激しく、解体予算のめどが立ったことで2013年に撤去された。小型ロケットの発射場であり LSC ロケットや、 JCR ロケット、TT-500A ロケットなど、初期の実験用ロケット、AGE の開発に使われた TR-I ロケット、微小重力実験用の TR-IA ロケットの打ち上げに使用された。ランチャー格納庫など、周辺施設は老朽化もあって撤去されているが、保存状態の良かった。ランチャーそのものは残されており、一部パーツを撤去して、 再塗装を施した上で展示されている。南金町の公式打ち上げ見学場は以下の4カ所である。いずれの場所もロケット打ち上げ時の立ち入り制限区域が3キロメートルにあり、車上から3キロメートル以上離れている。記載の場所以外でも打ち上げで上空を飛ぶロケットを見ることは可能だが実況放送やライブ中継はない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。